コメント返信コーナー。はいはい、今回は普通にやりますよ。まずはこちら。コメント返信これくらいの速度がちょうどいい。あれ、意外に前回の悪ふざけが受けてる。お、これはもう一回言ってみますか。え、ちょ、ま。それじゃあスタート。人口減らし契約役はフラダリしか思い浮かばなかった。懐かしい名前ですね。XY はポケモンの中でも一番好きなシリーズです。ドラゴンボールは好きですか？すいません、ドラゴンボールはほとんど見たことありません。ポケモン新作で好きなキャラクターはいますか？小春は好きです。ダーさんが声優なんで。プリキュア見てみたいんだけど最初何読めばいいですかね。今度から入っても大丈夫だと思いますが個人的には下プリを押します。映画ではないですが携帯操作感で文化良さ好きなおすすめです。あれも AI の暴走の話でしたね。放送当時見てました。シグナル100見たのですが怪獣並みにひどかった。あれは僕も見ましたがひどかったですね。怪獣並みに原作の魅力が大きく消えてますね。暇があったらレビューしたいと思ってます。はい、今回のコメント返信はここまで。本編入ります。いや、それはただの尺稼ぎだろ。はい、それじゃあ今回も始めましょう。今回紹介する映画はこちら、前田健作ファンタジー栄養部。私は知らない映画ね。どんな作品なの？これは前田健作工業株式会社に実際にあるファンタジー栄養部というチームの活躍を描いた作品だよ。このファンタジー栄養部というのはアニメの世界から前田健作に建設の依頼が来たという体でその計画と仕様の算出を行うというプロジェクトなんだ。例えばこの作品内で描かれてるのはマジンガー Z の光子力研究所の格納庫を作るにはどうしたらいいかというものだね。アニメ内で描かれてるマジンガーの出撃シーンから格納庫の機能を予測し、それを可能な限り再現できるものを設計、そしてその建設にはどれぐらいの費用がかかるのかを計算するんだ。へえ、それは面白そうね。マジンガーはアニメの超技術で作られてるから現実に再現するのは無理だけど、格納庫ぐらいなら作れるかもってことね。まさにその通り。他にもガンダムのジャグロー基地や宇宙戦艦ヤマトのヤマトなんかもやっていたみたいだね。そういった計画をウェブサイトで掲載していたのがこのファンタジー栄養部なんだ。このサイトは現在でも続いていて、一番新しいのはマジンガーのロケットパンチみたいだね。アニメのものを科学的に検証するって空想科学読本みたいね。まさしくその空想科学読本的な面白さがある映画だよ。アニメの世界というのは嘘や誇張で溢れてる。特に昔のロボットアニメ、それこそマジンガー Z のような熱血系ロボットアニメなんかはリアリティなんてものはないに近い。それを大まじに検証してそのありえなさを楽しむものでもあるんだけど、でももしかしたらその嘘の世界、虚構の世界を本物にできるかもと思うとロマンが溢れてくるよね。そのうちガンダムとかも作れたりするかもしれないわね。ガンダムだけなら現在の科学で作れるって話を聞いたことあるね。まあそういった科学のロマンを感じられる作品だね。それにアニメというものへの強い愛を感じる。昔のアニメって普通にツッコミどころ満載でおかしなところばかりじゃん。リアルに考えると非合理的な構造とかいくらでもある。でもそういうのもしっかりと再現していくところに作品やファンへの強いリスペクトを感じる。やっぱりちゃんと作品への愛を持ってる人たちがやってくれると嬉しいよね。普通なら、まあ、これぐらいはいいだろ、みたいに切り捨ててしまいそうな細かいところまできっちりこだわって再現するのは大事。そこまでこだわって作ってるからこそ作り手たちの熱い作品への愛を感じるし、ファンの人たちも感動するものが出来上がる。やっぱり作品に込めた情熱って見る人にも伝わるものよね。今の日本映画、特に漫画の実写化とかに足りないものってこれだと思う。とりあえずヒットさせることばかり考えて、原作やファンへの敬意なんてほとんどない。だから作品へのこだわりなんて大してなく細かいところが雑。原作の上っ面だけ見て中身をちゃんと理解してないから、原作再現したつもりでも全く違うものが出来上がる。だからファンの人たちを怒らせるようなものばかりできちゃうのね。でもこのファンタジー栄養部は違う。マジンガーに対する強い愛があるからこそ細かいところまでしっかりこだわって再現しようとしてるのが伝わるし、何よりこの前田建設ファンタジー栄養部という映画そのものがリアルのファンタジー栄養部の人たちへの強いリスペクトに溢れてて、彼らの仕事の魅力をしっかり伝えようとする熱を感じるのが本当に素晴らしいんだ。そしてこの作品はお仕事ムービーとしての魅力にも溢れた作品でもある。普通はわからない仕事の裏側なんかが見れるのが面白いやつね。今回は建設業、特に土木工事のところだね。トンネルとかをどうやって作ってるのかとかが見れるのは面白いところだし、ダムの中身とかを見れるのも面白いところだね。それにストーリーは仕事への情熱というのが大きなテーマになってる。今回の話って実はなんだよね。ストーリー自体はだいぶ脚色してるんじゃないかな。あんなにドラマチックなことが現実にあったとは思えないし、でもその分非常にドラマ性も高い作品に仕上がってるね。本作の主要人物はこの5人で彼らがファンタジー栄養部なんだけど、このうち3人は最初全然この企画に乗り気じゃなかったんだ。でもその3人がこのプロジェクトをしぶしぶ進めていく過程で少しずつ仕事に熱意を持って取り組んでいく過程をすごく丁寧に描いてた。例えば高杉真宙演じる土井なんかはハッチの構造や水圧の問題に取り組んでいたんだけど、六角誠二演じる不破から出される課題を一つずつ自分で解いていく喜びからものづくりの楽しさを知っていくんだ。問題を
乗り越えた達成感からプロジェクトにハマっていくのね。このドイとフワの師弟関係も面白いところだね。ベテランのフワから若手のドイへの継承という意味もある。それにドイは仕事自体というものに対してちょっと冷めた若者って感じの人物でもある。実際仕事というのは生きていくために仕方なくやってる人が大半だと思う。まあ仕事せずに生きていけたらそりゃ楽ではあるよね。でもそんないやいややっているに近い仕事でも何か一つ情熱を向けられるものができるだけで人生はより充実したものになるのではないかとも思う。今の仕事というものに対して冷めた若者たちに仕事への情熱ややりがいというものを感じてほしい。そんなメッセージが込められた作品なんじゃないかな。お仕事ムービーとしてはとても王道的なものだけど、同時にとても素晴らしいメッセージだと思うよ。役者陣はどうなの？監督が花草勤だとなんかうぷ主が苦手なイメージがあるんだけど。そうだね、正直花草監督ってかなり当たり外れが激しい人ではある。かなり漫画の実写化とかも手掛けてる人で、僕の見た範囲だと 3D 彼女や朝日ナグはクソとまでは言わないけどかなり微妙な作品だったし、去年映画化もされた掛け狂いとかも役者陣のオーバーすぎる演技とかがちょっと苦手ではあったんだ。それこそ本作の主演でもある高杉真宙の鈴井がもううるさすぎてイライラしてたぐらいだった。まあこれは原作からしてハイテンションな作品だから、あのオーバーな演技もわからなくもないんじゃない。確かにそうなんだけど、個人的にはやりすぎって感じだったね。で、今回の前田建設ファンタジー栄養部も正直かなりオーバーな演技が目立つ。特におぎやはぎのおぎが演じてる浅川はかなりうるさいと感じた。でもこの作品に限ってはこのうるさいぐらいの演技が逆に合ってるとも感じた。え、どういうこと？この熱さこそがまさにマジンガーをはじめとする昔の熱血系アニメ的とも言えるからなんだ。ロボットアニメってガンダムとかリアル化の方向性と進んで、マジンガーのような熱量の高い作品ってどんどん減っていたじゃん。確かにね、グレンラガンとかはその熱血系ロボットアニメの復興を目指した感じはあるよね。パシフィックリムなんかもそんなロボットものの熱さを大マジにやった作品でもある。そんな昔のロボットアニメの熱さに対して今回のこのうるさいけど熱い演技がしっかりとハマってると思うんだ。この作品の一番のテーマはやはり情熱。アニメにも仕事にも演技にも、その熱を与えたかったからこそのものなんだと思う。まあそれでもちょっとオーバーすぎるかなとも感じなくもないけど、小木や上地雄介をはじめとする役者陣の熱意はしっかり伝わったし、これはこれでいいと思えたよ。それに役者同士のコミカルなやりとりもたくさんあってとても楽しめた。マジンガーを全く知らなくても楽しめるし、あのテンションの高さで若干好みは分かれるかもしれないけど、とてもいい万人向けのエンタメ作品だと思うね。少なくともアニメファン、特にロボットアニメファンは必見と言っていい作品だよ。それではまとめです。空想であるアニメの世界を再現しようとする空想科学読本的な面白さ、作品に対する強い愛や敬意を持ち、仕事に対する情熱を持った見事なドラマ、役者陣のハイテンションな演技が作品全体にも高い熱を持たせた素晴らしい作品でした。間違いなく今年の邦画ではベスト級の一本です。ぜひ劇場でご覧ください。うぷ主が邦画をここまで褒めるのって珍しいわね。それぐらいとてつもない傑作だったってことね。いやほんと完全に舐めてたよ。これから漫画の実写化をやろうとしてる人たちは絶対にこの映画を見てからやるべきだと思うね。ぜひともこのファンタジー栄養部の人たちのような愛と情熱を持って作品を作ってほしいね。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。